どうも、アニマル青木です。ただいま絶賛すっぴんにゴン太眉毛と妹チックですが、今日はアメリカで購入した私がずっと気になっていた中国コスメが届いたので、今日届いたのでそれを開けていきながらメイクしていきたいと思います。ザ・クマです。今日のタイトルはクマ。クマ映りたいって。中国コスメのフラワーノーズが出しているラブベアシリーズのアイテムを少しだけ購入したので、それを使ってメイクしていこう。モップ、今日モップあんまり関係ないぞ、出番ないぞ。ちょっとね、モップさんを見に来てくれた方はここで再生を止めていただいて結構です。今日はアメリカで買えるコスメの紹介をしていきます。最後まで見てね。プリ、はい、まずこれめちゃくちゃおすすめ。クリニークのシティブロック SPF25 入ってるので、まあ日焼け防止にもなるので、これはもう最高に化粧のりが良くなります。すっぴんの時もこれだけ塗って出かけたりしてます。ほい、ではまずこちらトゥーフェイストのコンシーラーを購入しました。ずっと気になってて、こう匂いがね、ピーチ、桃の香りがするコンシーラーらしいんですけど、ちょっとこれでまずもうとっとと早くすっぴんを脱すっぴんしたいので、クマとニキビに塗っていきます。その前に忘れておりました、こちらクマ、フラワーノーズのラブベアシリーズのクマのブラシを買ったので、これでコンシーラーも塗っていきたいと思います。なのでまずは開けます。ポーチ付きでございます。なんだよ、もう35超えてるのにこんな可愛いクマで、いや、やめられないですよね。好きなものはね、好きですから、好きなものは年齢関係なくじゃんじゃん購入していきましょう。クマのモコモコポーチ、ポーチというかこれ斜め掛けできるから、なんだ、動物園とかでなら使えるかもしれない。もうすぐ四捨五入してアラフォーですが、お許しください。おー、入っております。じゃーん、クマの手のブラシ。ちょっとさ、短めでこれトラベルサイズにいいじゃんと思って、家用で使ってもいいけど、ちょっとね、あのアニマルトラベラーとしてはちょっと持ち運び便利、おぷー、持ち運び便利なので買ってみました。大きさは私の顔面よりもデカめです。プニプニしてる。ではこのクマの手とコンシーラーをクマの手に取って、こうやってね、ここにピーピーっと、こうやってね、ここに鼻、最近さ、あの鼻をね、ベガスアレルギーで鼻噛みすぎてるので、花粉、ベガスの花粉症みたいなのにやられて赤くなってるので、塗ってここも雑、ね、ここもね、ここにもポチッとあるので、これで伸ばしていこう。桃の匂い、水に濡らすとモスラみたいになる。こいつで塗ります。もうピカピかもしれん。鼻が桃の匂いがする。でもこれスポンジ使わず手でポポポポーンって、時間がないときは焼きまい。そうだな、うん、クマ綺麗に切れた。次はパウダーのファンデーションを購入しました。開けてみます。もうね、パッケージもね、クマさん、これはね、萌え萌え系の女の子が使うと似合うと思うんですけど、もうすぐしそじ女でも罪はございません。開けてみます。かわいい。
3色から選べて、私はねこのエンジ色赤選びました。あと白とピンクがあったかな。あとクマのあのポーズも目つぶったり上げ手上げてたりとかしてたんですけど、赤いの選びました。かわいいじゃねえかおめえさんよ。これだけで塗っていきたいと思います。いつも私はクッションファンデを使ってるんですけど、クッションファンデ使ってあの押さえる感じで使おうかなと思ってこれ買ったんですけど、今日はこの人のカバー力や使い心地を見るためにこいつだけで塗っていこうかな。あ、このねスポンジもね、なんて言えばいいんだろう、このスポンジもめっちゃ塗りやすいかもしれない。ラスベガスはとっても乾燥してるので、私はクッションファンデ、潤い型のクッションファンデで鼻周りとおでこをこれでポンポン、あとこの輪郭のところもこう手で触ってちょっとベタってするのが嫌いだから、これで抑えようかなと思ってこいつを購入しました。でもこれだけ、日本に住んでたらこれだけでも十分かもしれない。肌の調子がいい時はコンシーラーとこれだけでも結構いいんじゃないでしょうか。カラーは自然色の2番です。熊の手ブラシ。ザクザクとね、今日は家にいるだけなのでこんな感じで適当に仕上げます。意外といいかもしれぬ。次は口紅を購入しました。もともとこっちを先に持ってて、新しくこっちを買いました。こいつはコーヒーベア、こいつは何ベアだったかな、中国語が読めない、ヘーゼルナッツベアだった。ヘーゼルナッツベアはマットなんですよ。このパッケージもパケもマットなんですけど、コーヒーベアはツヤの方の口紅で、このパケもツヤツヤしてます。どうでもいい。マグネット式でパカッと閉まるのがいいんですよ。開けるとちょっとね、私先っちょ当ててしまいましたが、見てー、ぼやけてる。ハート、ハート柄とキラキラ柄とクマ、チョコレートの匂いがする。コーヒーベアとヘーゼルナッツベア、まあとりあえずアイシャドウとか先にちゃっちゃかちゃっちゃかやって、後で仕上げでこいつを塗っていきます。クマとは関係ございませんが、最近買ったオニューのアイシャドウパレット、ウィアード、変な奇妙なっていう意味なんですけど、中はこんなカラフル。パリピでしょ、パリピショック。クマっぽくアイシャドウ塗っていきます。クマメイクとか言って、ただちょっとブラウン、濃いめのブラウン塗ってるだけだけどな。クマ塗って意外と使いやすいわ。このオレンジを目のここに入れます。なんとなくオレンジと茶色でクマっぽく、かつここはベガスなのでパリピベガスメイクで、薄い方のオレンジも使おうかな。下に引いちまおう、ここに引いちまおう。どこも出かけないし、失敗してもノープロブレム。最近アイシャドウを下のこの涙袋のところにも引くのが自分の中でブームで、なんでかっていうと、私主な側の顔が嫌なので、こうギュッと目が若干下に、位置が下にずれるので、童顔効果で若作りと
おもなが帽子で下に書いてます。クマ風アイメイクが完成しましたので NEXT。 これはもう私が愛用しているクマなので紹介します。これはねブロンザーですね。影をつけていきます。クマの手を使ってこの頬のところに入れて、顎のところにも影をつけるように入れて、ここも入れて、あとここにも入れて、パールがかったこんな色味です。ほい、では最後にこの口紅を塗っていきます。どっちも塗っていきます。まずはコーヒーベアからそのまま塗っていこう。こんな感じで塗れました。コーヒーベアどうでしょうか。鼻の穴が丸見えなのでこんな色です。塗り心地はつるっとしてて、やっぱこっちはツヤの方のツヤシリーズの方なんで、リップクリームなくても乾燥してるベガスでもこれはこいつはいいんじゃねえかなと思います。色もなんかそんな派手にならず、すっぴんの時にもちょっとコーヒーベア塗って血色よくしてたらいいんじゃないかなって結構ねお気に入りの色です。ちょっとねパリピには合わないけど、やっぱねクマメイクにはねいいんじゃねえかなと思います。じゃあ次ヘイゼルベア。こっちの方がちょっと赤みがかってるかなと思います。コーヒーよりも。お、赤い。やっぱりマットというか、コーヒーベアはツヤリップだったんだけど、こっちマットなので筆があった方が塗りやすいかも。マットタイプの口紅ってあんまりチャレンジしたことがなくて、ツヤの方がチャチャカチャって塗れるじゃないですか。うん。でラスベガス乾燥してるからマット塗ると結構カピカピになるんじゃないかなって思ってチャレンジしてなかったんですけど、あ、でもちょっと赤みが強いけど、どうですか？ちょっとセクシーさが、セクシーな色ですかね、ヘーゼルベアさん。濃くつきすぎたのでティッシュオフしましたけど、どうですか？こっちの方がオレンジも強いし、赤みも強いし、なんか結構こんななんか二つ結びとかよりも、こう巻き髪をしてちょっとパリピの時にもいいんじゃねえかなと思います。でもやっぱり個人的に私はツヤのある口紅が結構好きですね。なんかマットタイプだとこうピッピッピッって塗ってもこうなんかちゃんと綺麗に塗らないと線が出ちゃうから、なんか綺麗に塗らないとなんか綺麗にならない。でもツヤの方はなんかピピピってやってこうやってやったら馴染むので、私はコーヒーベアの方がヘビロテする気がします。完全に部屋着ですが、動物園にクマを見にモップと行こうっていう感じで、もうすぐシソジ女ですが、これをねこんな感じでぶら下げてモップさんと一緒に、まあ公園行くときとかね、近所だったらいいんじゃないでしょうか。ということでですね、本日のね動画はね以上になります。フラワーノーズでラブベアシリーズの化粧品を買ってみた、そしてメイクしてみたというゆるゆる動画でした。また見てね。バイバーイ。チャンネル登録忘れるなよ。アディオス。